い、津山行きの電車になります。今から乗っていきます。わーすごい。はい、無事津山に着きまして、今からねホルモンうどんを食べに行こうと思います。行ってまいります。はい、津山駅ですね、到着いたしまして、もうめちゃくちゃ気分がいいんですけどね、こう後ろ絶景です。本当に平たいこうね駅に対してこう山があって、それを包むかのようなこう雲があってね、本当にいいところに来たなと思って、もう今日食べたいのって言ったらもう決まってっしょ。もうちょっとね、もうすぐ行きたかったお店ありますんで、ちょっとご覧ください。一杯茶屋東宝津山名物料理ホルモンうどんって思いっきり書いてますよね。はい、もう駅からすぐなんです。ちょっとね、東宝さん今から行ってみようかと思います。行ってまいります。はい、無事撮影許可いただけまして、お飲み物とお料理が届いてます。ご覧ください。はい、ずっと食べたかったホルモンうどんですね。と、お飲み物はね、焼酎の水割り、を頼みました。いただいていこうと思います。はい、もうねホルモンうどんの名に恥じないホルモンがねブリンブリンなのがたっぷり入ってます。島町でしょうかね。めちゃくちゃ美味しそうです。うどんからいただきます。ちょっとこう酸味のあるこうタレにお野菜がすごい絡みついてきて美味しいですね。もちろんね、ホルモンの脂がめちゃくちゃ広がってますんで、ホルモンの風味もしっかりします。美味しいなこれ。乾杯を出てましたね。皆さんお疲れ様です。乾杯。いやーこれはやばいですね。お昼からだいぶ幸せですね。これはやばいな。こちらのお店の東宝さんと夜と限定メニュー、そずり、干し肉だと嫁泣かせるというかね、もうお酒にもガチガチにぴったんこなメニューあります。
ちょっと夜来た方はぜひ試してみてください。うどんはもうプルンプルンでね、あのハムハムハムって食べられるぐらいのうどんで、それと相対するかのようなこうホルモン、ホルモンはプルンプルンなんですけどちょっと弾力があるんですよね。面白い食感を楽しみながらキャベツでシャキッて言いながらね、わーすごいね、千枚も出てきましたね。わー、ほんまにあのあれですね、昨日広島行った時もそうでしたけど、やっぱりこうなんでこう人気があるんだって名前が通るって、やっぱ食べたら分かりますね、本当にうまい、しかも現地で食べないとこう味の良さとか、あのそこで工夫されてる本当のところが見えてこないんでね、今日は幸せなスタートです。はい、いっぱい茶屋東宝さんいただいてきました。美味しかったっすね、もうほんまにうまかったっすわ。もううどん、ホルモンうどんでそんななんか感動できるのに、感動したもうそんだけや、もうホルモンの出来がもうえげつないと、タレがめちゃくちゃ美味しいんですね。でなんかこううどんって普通ホルモンうどん、まあ、肉うどんね、焼きうどんってこううどん食べながらはたまにお肉入ってくるっていう感じなんですけど、なんかね食べ方としてはこれね極端な言い方かもしれないですけど、ホルモンを食べようかなとしてちょっと周りにあるうどんをチェチェッとすくうぐらいの、それぐらいのホルモンの量も入ってますし、あとお野菜との絡みもバッチリな、タレの味あれかなりいいですし、あのお酒めっちゃ合います。ちょっと一杯ってね書いてんだ、まあそういうあれもあんのかなと思いましたね。でこちらのお店で出てたあの夜限定のね、あのお肉あったと思うんですけど、ちょっとね食べてみたいんですよね、私ね食いしん坊なんでね、ちょっとだけ探して、あの次の電車まで40分ほど時間あるんで、ちょっと探してから駅戻ります。ああもうごちそうさまでした、もう最高の感動ありがとうございます。はい、到着しました。本日行きたかったお店、山本精肉店さんですね、到着いたしました。こちらでございます。はい、干し肉ですね、
干し肉、買ってきました。めちゃくちゃいい感じのお肉屋さんでしたよ。丁寧にいろいろ教えていただきました。じゃあもうちょっと今から電車ねもうないんで急いで帰ります。ここ通ってね、もうダッシュ気味じゃないともう間に合わないです。急ぎます。はい、次はですね、作用まで行ってみようと思います。いやー、かわいい電車ちょっと乗ってみようと思います。無事にね、佐用駅と思ってたんですけど、佐用駅でした。読み方違ったのを今気づいたのがちょっとびっくりでしたけども、着くことができました。もう大急ぎでね、もう行かないとダメなんですけど、思いっきり雨降ってきまして、ちょっと目的のお店はちょっと行けないかもしれないですけど、ちょっと様子見て、傘売ってたらそこまで行ってみたいなと思います。行ってまいります。はい、無事で撮影許可いただけまして、お飲み物が届いてます。ご覧ください。お飲み物のは、黒霧島水割りです。皆さんお疲れ様です。うまいかなりうまいです。あ、というかね、こうホルモンうどんを食べるときに、私が提唱したいのはこうホルモンを主として食べるんで、まあね、芋焼酎でいいんじゃないかっていうその流れですけどね。はい、ホルモンうどんの方が届きました。もうこれね、ガンガン上に乗ってるホルモンね、見ていただければ、いろんな種類のホルモン楽しみながら、あ、うどんいただけるんだなというのが分かります。はい、ちょっといただいてみましょうかね。もし味がちょっとこ足りないときは、こちらのタレを、おいでかけてくださいねということで教えていただきました。ホルモンうどんの食べ方はね、こうホルモンたくさん入ってるんで、1個ホルモンをすくって一緒にうどん持ってくるみたいな、この形が多分一番いいと思います。しまちょうこですね。めちゃめちゃうまいですね、これ。ニンニク入れますかっていうんで聞かれたんですけども、ニンニクをこうさっと入れてると思うんですけど、それ多分いい仕事をしてます。ああ、たまらん。タレのね、ホルモンうどんになるんですけども、いや、びっくりした、うまかったです。酸味とかはなくて、まあ、甘み、あと若干のニンニクの風味を効かせながらいただくっていう形なんですけど、優しい味にニンニクが本当に食欲をそそります、おそらくこのままで全然美味しいんですけど、若干このタレかけてみます。またこうね、ホルモンと絡ませるようにおうどんを持ってくると、
島町の出来もめちゃくちゃいいですね。これ焼き具合焼けすぎてないからプルプル部分もしっかり残って、ブルブルが結構大きいんです、うん、これね、これはすごいわ。はい、新さよさんいただいてきました。ここめちゃくちゃうまかったですね。結構タレでワイルドな感じな分にどんどんね津山から離れるとなるのかなと思ったら逆でしたね。もうちょっとこう繊細な感じで、味を足してご自身で濃くしたりはやってくださいよっていうのは言われるんですけども、まあ出来のいい島町と一緒にいただいてもたまんなかったですね。本当こうホルモンうどんの食べ方が今日一日でなんか見えた気がしますね。お酒との相性も相当いいですから、まあ津山だったりとか佐用、来られてねお酒飲めない方たくさんいらっしゃるんですけども、いいよ飲んだ方がいいよはい、そんな感じでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ面白かったですね。この姫路のこの一番端っこのホームからこの先の電車、こんなに楽しい旅が、ね、ありますんで、皆さんぜひお試しください。やばかった、本当に面白かったです。姫路駅に来ましたら、まあ、駅そば、ね、食べるときいつも上り下り線で食べる方多いと思うんですけども、新幹線の乗り口に来てください、そちらでもいただけますんで、私は 今からそちらで食べてみようと思います。はい、それじゃ今から行ってまいります。無事撮影許可いただけまして、今からね、駅そばいただいていきます。ご覧ください。はい、和風のお出汁に、黄色いね、中華そばなんですよね。いただきます。ふわっとしたね、ほんと天ぷらでかき揚げでもない卵みたいな使い方ですかね。上にふわっと乗ってるんで、
新幹線でこう在来線に乗り換えの方だったりとかでね使っていただくことが多いと思うんですけども、それ以外の方でもね本当通常在来線の上り下りで食べられている方、本当にせせこましかったりとか忙しいドタバタだと思うんですけど、ゆっくり座って食べられますんでね、こちらがもし空いてたらこちらも念頭に入れて駅そば食べていただけると、いいかなと思います。今日はゆっくり食べさせていただいてね、楽しかったですよ。ごちそうさまでした。ちょっと今から飲みに行ってきます。はい、姫路のねピオレの前、フェスタの前いや、まあ、どう言っていいのかちょうど間ぐらいに今いてるんですけども、ね、面白かったこう岡山から、津山にかけての飲み歩き、最終駅がね姫路になるんですけども、ちょっと姫路は飲み歩きたいですよね。さすがにちょっと今からブラッと行っちゃうかと思ってます。みゆき通りを通ってね、目的のお店まで行ってみようと思います。はい、到着しました。本日行きたかったのはこちらですね、栄養軒です。餃子店でありながらね百名店入っちゃう素晴らしいお店になってます。はい、無事撮影許可いただけましたので、お飲み物がもう届いてます。ご覧ください。はい、皆さんお疲れ様です。乾杯。ハイボール、レモンめっちゃ効いてます。めっちゃうまいです。頼んだメニューは餃子とオムレツで、ベタベタなコースなのかもしれないですけどね、一度しっかり味わってみたかったんで楽しみですね。ゆっくり待ちます。飲み勢が使うんだったらかなりこう洋風な贅沢なだし巻き的な使い方になると思います。これはうまいわ。これやばい。つけるタレは、酢胡椒を混ぜて酢と山椒。具だくさんでホロホロきて、ニンニクも結構たっぷり入って、表面よく焼きのパリパリ、めちゃめちゃ美味しい。マジでそら人気出るわ。もうほんまにうまい。なかなかハイボール飲まないですけど、これ栄養圏されたハイボールが買えますね。美味しい、うん。はい、栄養軒さんいただいてきました。めちゃめちゃうまかったですね。もう本当に名物メニューをちょろっと食べただけとかって思われる方いらっしゃるんですけど、その通りです。めちゃくちゃでもうまかったです。完成度ってこんだけ高めたらね、こんだけご褒美なんだなっていうのがやっぱり分かる餃子と、オムレツ、もうこんなもうほんまにここでパッと食べていい
ね、せんべらやっちゃいましたみたいんじゃないと思うんですけど、ほんまにいいお料理出てきますんで、姫路に来たら絶対ね皆さん寄ってください。ごちそうさまでした。